吉田さん、トランプ大統領のツイッターが凍結されたらしいです。そして、なんかね、改善が見られなかったら永久にアカウント停止で二度と復活させないというね、厳しい措置が下ったみたいです。いやー、大統領といえども、IT 長者にはかなわないってことなんですかね。何が言いたいかっていうと、トランプ大統領のアカウントが凍結されたっていうのも、まあ多分初めて聞いた人にとってみたら私からの一時情報なんですよね。吉谷さんがさっき言ったのと同じです。で、そんなの知ってるよって人もいると思うんですよ。でも全ての人が同じスピードで情報を取ってるわけじゃないんですよね。で、一人の人が情報を取れるっていうのはもうすごく限度があるわけですよ。まあ、ですんで私の場合は Facebook をずっと見ていて、 Facebook に上がってくるタイムラインが全ての一時情報だったりするわけですけども、で、 YouTube で発信したことっていうのが、多分私の YouTube を見てる方っていうのは第一次情報である可能性が強いんですよね。じゃあ例えば7月23日に東京オリンピックが決まったよっていうのも、多分今第一情報の方もいるわけなんですよ。まあ、だから世の中で起きてることを何でもかんでも発信すれば、それがニュースになるわけですよね。で、ニュースをずっと発信していって、視聴者さんがそんなの知ってるよ、この人はいつでもニュースの追いかけだよっていうふうなことになれば視聴者は減っていくし、でもそこにそういう事実に対して自分なりの解釈がつけられれば、それは人気は取れますしね。知ってる情報なんだけど、あ、そういう見方があるんだっていうふうな気づきとか発見とかがあればね。で、あとは、発信した情報がたまたま知ってる人が少ない、そういう視聴者さんで溢れていたら第一情報、ニュース速報になりうるわけなんですよね。それは発信してみて視聴者さんの反応を見て分かっていくことなんで、ある人に言わせればね、お前はなんか古めかしい情報ばっかり言ってて最新情報はねえのかよとかっていうコメントが来ることも周りにあるんですけども、いや、その人は情報が早いんで、私より早いんでそう思うでしょうけども、そうじゃない方、さまざまな方がいるわけですよね。で、誰もがそのいわゆる情報強者、情報弱者って言葉ありますけども、よくね、情報弱者名っていう人がいますけども、誰かは誰かにとっての情報強者であり、同じ誰かは誰かにとっての情報弱者であって、全部相対関係なんで、じゃあどこまで知ってれば情報弱者じゃないんですかって問題もありますよね。それこそ掛け算の九九知ってれば、九九を知らない人に比べたら情報強者ではあると思いますしね。だからなんかそのあんまりビビらなくていいんじゃないかなと思うんですよ、発信することに。そう、ビビってることがもうすでにもったいないんで、チャンスを失っちゃいますからね。だからまあ第一歩踏み出してみましょう、近所の猫が子供を7人産んだよだけでもいいじゃないですか。そんなローカルなニュースでももしかしたら再生数が上がるかもしれません。まずそういうところから始めていけばいいんじゃないかなと思いますよね。